こちらはネクスコ中日本です。午前4時57分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方に車線規制の情報です。足柄サービスエリアのおよそ4キロ先から大井松田インターまでの区間で舗装作業を行っており、左側一車線の通行になっています。引き続き名古屋方面へ向かっている方に落下物の情報です。この先の足柄サービスエリア付近82キロポストに路上障害物があるという第一報が入りました。現在取り除きのため、救急車が現地に向かっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の点検は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ、新あゆさんよりお伝えしました。こちらは、ネクスコ中日本です。午前4時57分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面へ向かっている方に、車線規制の情報です。足柄サービスエリアのおよそ4キロ先から、大井松田インターまでの区間で、舗装作業を行っており、左側一車線の通行になっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方に、落下物の情報です。この先の足柄サービスエリア、付近82キロポストに、路上障害物があるという、第一報が入りました。現在取り除きのため、緊急車が現地に向かっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の点検は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ、新あゆさんよりお伝えしました。こちらは、ネクスコ中日本です。午前4時57分現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面へ向かっている方に、車線規制の情報です。足柄サービスエリアのおよそ4キロ先から、大井松田インターまでの区間で、舗装作業を行っており、左側一車線の通行になっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方に、落下物の情報です。この先の足柄サービスエリア、付近82キロポストに、路上障害物があるという、第一報が入りました。現在取り除きのため、緊急車が現地に向かっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の点検は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ、新あゆさんよりお伝えしました。午前5時現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面へ向かっている方に、車線規制の情報です。足柄サービスエリアのおよそ4キロ先から、大井松田インターまでの区間で舗装作業を行っており、左側一車線の通行になっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて、所要時間の情報です。現在、横浜町田インターまで45分ほど、東京インターまで1時間5分ほど、それぞれかかっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、沼津インターまで30分ほど、静岡インターまで1時間10分ほど、それぞれかかっています。なお、最近、タイヤのバースト、エンジントラブルによる車両火災が多発しています。火災から重大な事故になる恐れもあります。出発前の点検は忘れずにお願いします。ハイウェイラジオ、新あゆさんよりお伝えしました。午前5時現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに、東京方面へ向かっている方に、車線規制の情報です。足柄サービスエリアのおよそ4キロ先から、大井松田インターまでの区間で、舗装作業を行っており、左側一車線の通行になっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて、所要時間の情報です。現在、横浜町田インターまで45分ほど、東京インターまで1時間5分ほど。